ございます。那覇の朝です。はい、朝です。いやー、僕たちね、はい、愛知県からね、あの車中泊で西日本を一周して、うん、はい、ぶわーっと回って、で鹿児島にね、愛車兼家を置いて、はい、で今ね、沖縄の離島巡りはね、うん、1ヶ月間ぐらいしてるんですけど、はい、もうあかんと。おお、あかん、うん、こんなんじゃあかん。どういうこと？最近僕はあーちゃんにプロポーズして、うん、記念でね、ちょっとなんかいいとこ泊まりに行ったり。そうだね、あーちゃんのお誕生日があって、うん、いいとこ泊まりに行ったり。そうそうそう、はいはいはい、あかんもうしょうがないとはいえ、もうね、そうなんだよね、お金を使いすぎてんすよ。はい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 。どう、あーちゃん、これはよくない。これは自分たちが一番思ってる。やばい重なっちゃったのはしょうがない。しょうがない、しょうがない、けど、よくないなってところで、我々は今日から車中泊旅を始めます。初心に帰るんだよね。あ、そう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 。もともと車中泊でね、うん、生活してたし、沖縄本島も車中泊旅で巡ろうかなっていう。はい、そう、節約です。ちょっとね、キノコの緩んだ、ちょっと贅沢しすぎたーっていう体に一度ちょっとムチを打って回ろうってとこで、沖縄本島をね、ちょっとぐるっと車中泊で旅しようと思います。車今日借りたんで、うん、とりあえず愛車迎えに行ってきます。行ってきます。俺たちの愛車なあ。行こうぜ行こうぜ。イエッシャー。ポッタビ、雨だ、雨だ。おい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 、沖縄で雨ってバカもん。波平、波平化した。マジで、すんげー降ってるよ。大丈夫だよ、こいちゃん。何が？私たちだよ、うん、私たち晴れ女男だから。伏線張らないで。マジか、落とした、拾えない、拾ってくれ。拾ってくれ、ありがとう。行くぞー、行くぞというわけでね、はい、車借りてきた。です。車いいね、これ、ね、かわいい、この黄緑色。そう、枝豆号と名付けます。枝豆号です。これは枝豆号です。そう、でこれがめっちゃ安くてね、3300円の1日、うん、むちゃくちゃ安い。そうだね、今の時期ならまだすごい安い方。もう普通のレンタカー会社がもう予約取れなさすぎて、うん、であーちゃんが片っ端からもう探しまくって見つけた個人でやってるような穴場な場所。そうそう、で3300円に借りれたっていう。はい、そんな感じですね。これでもいいよ、その値段の割にはさ、すごい綺麗だよね。めっちゃ綺麗だし、結構広くない？広い、思ったより広かった。本当にね、もうすげーポンコツな車借りてきたかな。めっちゃ安かったからな。クソダメみたいな車借りてきたかと思ったら失礼。で今日からね、うん、沖縄をぐるっと一周するんですよ、うん、本島ね、うんうん、結構距離あって。そうだね、なあ、400キロぐらいあるのかな。結構あると思う。マジでなんかブワーって回る、それぐらいあって。でまあ今回節約旅なんで、はい、ルールを設けました。観光費は、まあ、いつも通り好きなところにできるだけ行くと。そうだね。なんだけど食費は削れるかなと思って、はい、食費をね、あの前ね、あの佐賀から、うん、新潟まで車バーって行ったことあったじゃないですか。あった。あの時にあのルーレット制度設けてたんですよ。はい、ルーレットをちょいちょいやって、うん、ご褒美としてなんかいろいろもらえるみたいな、うん、そんな感じで今回ルーレット作りました。はい、名付けて本日の食費ルーレット。楽しい楽しい。こういうの楽しいね。全然。まあ4つ4択あって、はい、1日の始まりにこのルーレット回し、うん、各々が自分の食費が決まるっていう。そうだね、そういうこと。しょうがない、これはしょうがない、しょうがないな、うん、ちょっとな、しょうがない、最近使いすぎだから。使いすぎた、しょうがない。だから最低300円です、1日の食費が。あ、そう。何食う300円で。え、全部込みでしょ。3食朝昼夜。もちろん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 。だからもう調子乗って300円のもの行ったらもうその日終わり。終わりね。終わり。あ、なるほどね。2000円あるから。はい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 。
そういうことですよ。なるほど。バンバンザイ、もう運です、これは。はい、まあ、そのお腹が空いてどうしようもねえ人のために大逆転ルーレットっていうのもありだっていうところでね、はい、まあ、とりあえずじゃあ本日の食費というところで、はい、いやー、回します。やばい、でももうめっちゃ食べたいもん、めっちゃある、タコライス食べたい俺から回せる。じゃあいいよ。さあ、神は味方するか。ぜひ行きたい行きたい、行きます、お願いします。まずまずじゃない、まあ、無難な、いいねいいねいいね、1000円だからあー勝った、これは勝ちました。すまんね愛ちゃん、ちょっと俺リッチだわリッチだわでは行きます、おスタート。おー、こい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 、チンスコールも食ってるよやれた、あれです、あれです本日の食品あれです、何でも食いちゃう1000円あればもう夢広がりまくりじゃあちゃん、はい、はい、本日の食費ですありがとう分かったね。あ、令和2年だ、新しい。やったね。うん。まあそんなわけでね。はい。まあ、本日の食費が決まったんで。はい。枝豆号に乗ってね。はい。とりあえずちょっと観光しに行ってきます。です。では。はでは。よいしょー。おー。沖縄本島一周の車中泊旅スタートだぜ。始まるよ。はいかしこまり。いや最高の天気だな。いやいい天気だよ本当に。なあマジで島日和よなあ、こんな大空で、まあすごい最高の天気だなあ、持ってるわ持ってるわ、完全に持ってる、中ぬたからいやさあこいちゃん、海だよ、海だな、なあ綺麗だな、いや綺麗だね、沖縄の透き通る海、やっぱ違うな、着いたぜ着いたぜ、ふぅ、おーアリオンビール、ハッピーパーク、オリオン、オリオン。いやなんかこの前ね、うん、離島で、うん、オリオンの関係者のむちゃくちゃ偉い人と仲良くなって、偉い人と仲良くなって、そうそうそう、永遠にインドのね下痢の話で盛り上がってたんですけど、オリオンはねいい会社、そうだな、オリオンは非常にいい会社です。こんにちは。ありがとうございます。いやすごいね、これ無料だよ、ただビールじゃん、500円使わなくていいんだよ、じゃ世界を、うわただビールじゃん、いいの見つけたな、ありがてぃいただきます、あ、要予約なのでお気をつけあり、いただきます。あーどうだ、絞りたて、おいしい、うまい、めっちゃおいしい、なんかオリオンのビールはちょっと甘いの、うん、
少し他のビールよりも甘い感じがするから、飲みやすい、すごく。これもただ食料じゃん。これもただ食料だ、食料持って帰って夜食べようかなそんなやつはおらん絞りたてだからね、やっぱり。なるほどね、絞りたてだから。三品茶のねやったな、あちゃんねえ、やったただ飯だ、ただ飯行ってくるぜ、2杯目知らないぞ、マジで知らんからな絶対ヨフやん。くぃーこれ やべえ、壊れた。おお、ここか。そばだ、そば。そば、そばを食べよう。あいちゃん起きて。あいちゃん、食べない、ご飯。ご飯食べない。おい。おい。じゃあないじゃん、俺そば食ってくるな。どこ行くの。俺1000円持ってるからそば食べてくるぜ。じゃあ俺100円持ってるよ。よし行こうか、行くか、寝とっか寝とっかも行ってよし、おやすみ、じゃあね、そば食べてくるよし、飯だ、昼飯だ。おお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 じゃん、やばいでしょ。なあ、早期そば発祥だってこと。発祥、発祥。おー、早期、こういう豚の角煮みたいなやつなの。すごいね、もうめちゃくちゃ乗ってる。おー、あー、さすが発祥だね。なあ、いただきます。あー、うまー、おいしい。だしめっちゃ効いてる。だし効いてる。だし効いてますね。おー、あら、もうあとこれですよ。おい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 プルンプルンです。プルンプルンか、はい、早期食べて、美味しそう。早期どこ。ない。なんで早期乗ってないの。あなた予算ない。あなた予算ない。これ何。これ酢そば。早期発祥の店です、そば。そんなことある。いや、いいよ、あーちゃんは今降りたい。なになに、どうしたどうした。あーちゃん今オリオンそば飲んで。オリオンそば飲んだの。オリオンそば飲んだの。オリオンそば飲んで、うん、すごい元気。締めの一杯だな。締めの一杯だな。早期はやるよ、俺投げるやっちゃん。投げるの。あ、めっちゃあるから俺。本当、もうね、もう本当にもう泣けるほどあるから。やっ、優しい。こんな、え、2個もくれるの。めちゃくちゃ優しいじゃん、こいちゃん。よしよし、これで早期そばになった、ね、爆誕。いただきます。うん、うん、ロイボイ飛ぶ場所。よしよしさすがだな、あちゃん。うん、めっちゃうまい。うまいな。めっちゃうまい。柔らかい。うんうん。味がすごい染みてて、ボーンって。よし、ありがとう。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ザンキー。はねー。計算下手か。計算下手。これでやっていこう、今日は。俺も50円だよ、あいちゃん。マジ。うん、わーい、わーい、わーい。まあな、お金がなくてもな、楽しめるよっていうな感じのね、対応していきたいよね。楽しい。え、めっちゃ楽しい。
楽しいな。うん、楽しい。だもお酒のおかげやん。それはお酒のおかげやけど。なね、ありよう。よし、行くね。行ってくるね、次。ロイボー飛ぶ場所。おお。なんかすげえの来た。ありがとうございます。ありがとうございます。おお。ちょっと冷めてきたな。冷めてきた。なんか雨な。沖縄で雨が降ったらここみたいな。はいはいはい。そんなところに来た。はい。そして何かに乗せられている。我々はどこへ行くのだろうか。このまま。おお。え、これパイナップルじゃね？ねえ、パイナップルかもしれん。やば、パイナップルって土に割ってんのか。ね、なんかずっとさ、生えてるんかと、木に。あのナッシーのイメージでさ、ついた。おお、なんだあれ、見ろ。なんかいる。なんかいる、なんだろう、あれみたい、ミニオン。全力否定。センスがない。あ、見て見て。やばいぞあの曲。似てるやつ俺佐賀で聞いた。佐賀で聞いたやつ。聞いたことあるな。佐賀で聞いたやつだな。似た何かを感じるぞ。パッパパッパパパイナップル。パッパパッパパイナップル。やばい、これあの夜寝る前ずっと流れてる。再来。はーい。イエーイ。パイナップルだ。パイナップルだ。俺も全席だ。やばい、もう洗脳されてる。パイナップル。このカート見覚えがある。このカート絶対あれだ。ハイメル物資と一緒のやつだ。あ、やばい。これはどこだ。どっかから聞こえてくる。これだ。ここから聞こえてくる。もうええって。もうええって。もうええから。もうええから、ちゃん。おー、すごい。心しろ。まだ寄ってんのか。ジュラシックパークみたいな。なあ、すごい自動運転。おえー、なんか入ってきた。アイスキャンディー。手作りアイスキャンディー。スティックコインだ。30円で買える。作戦会議、作戦会議。作戦会議、作戦会議。作戦会議。あ、じゃあ今いくら持ってる。30円持ってる。俺は50円。80円あるから、あとはおばちゃんにおまけしてください。いい年したよ、大人が。その50円、その50円。危ない危ない。全然見えなかった。危ない危ない。大事にするよ、その50円。今日の夜ご飯。今日の夜飯だやから。パインの楽園みたいなとこ来て何も食べずに帰る。私たちがやったことって言ったらさ、パッパパッパパってずっと言ってるだけだって。ちょいなんだ。ちょいちゃん。ちょいちゃん。こっちもすごい。パイナップルピッツァ、パイナップルコルネ、パイナップルガナッシュタルト。ああ、全部食えない。80円で食べれるものあるか聞いてみるか。誰がお前に協力すると言った。お前は30円だ。俺は50円持ってる。じゃあな。ザコメン。ザコメン。20円の差でそんな。パイちゃん。パイナップルソフトだ。これ食べずに帰るの。ギャンブルする。ギャンブルしたい。ギャンブルする。ギャンブルしたい。あれやる。ギャンブルしたい。カニグルってやる。大逆転ルーレットやる。うわー、大逆転ルーレット。大逆転ルーレットする。大逆転ルーレットする。これでこれ買う。ちゃんとこの中のおごってもらえるっていうね、マスにちゃんと矢印いけたら俺がおごってあげる。マジこれ。そう、そういうルーレットやから。これはこれもおごって。
ちゃんとソフトクリームごったるわ大逆転するよ、私は。よし、人生の大逆転をする。ダメな人のセリフだ。カイジとかで聞くやつだ。いきます。どうぞ。お願いします。ギギ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 。おおおおおお。全然ダメ、全然ダメ。じゃあお願いします。誰もおらんからって。どうぞどうぞどうぞ。セクハラだ、セクハラだ。セクハラやろ。声がでかい、声がでかい。カタカナでいきます。カタカナ、はい。好きなもの、うん、はい。うわぁ恥ずかしい、これ。あー恥ずかしいな、ちゃんこれ。終わった、終わった。じゃあ行こうか。じゃあ行くわ。何かをなくした気がする。え、死んだ死んだ。飲んでもいいかな。あった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 、やった、死んだ。ここに来てシークワーサーが飲める。あ、うまっ。あー、めっちゃうまい。肌にスーってくるね。ソウルうまさ。シャワーだー、シャワーだー、シャワーシャワー。ほらせー、快活すごいな、沖縄にもあんだね。なあ、どこにでもあるな。オッケー、シャワー浴びるぜ。最安シャワー。The sky is blue, the sun is high, sitting here all alone. よし、じゃあまた。久しぶりだな。おいしょー。でかすぎるな。あ、閉まった閉まった。おー、いいよー。よいしょよいしょ。おー、おいいね。よ、できた。おー、すごい。おー、バッチリ。結構隠れる、これで。結構隠れるのでは。いいね、いいね、いいね、いいね。もう後ろになるべく下げればいいんでしょ。うんうん。おー、よいしょー、よいしょ、よいしょ、おーよっ、おー、おー、いいね、よいしょ、おー、めっちゃ久しぶりだこの感じ。ねえ、懐かしい。おい、完璧では。なあ、結構、結構いいんじゃないこれ。なあ、おー、昔思い出すな。昔思い出す。気合い立ての頃ね、うん、僕軽に乗ってたんで。うん、なんかどっか車中泊で、なんか朝日見る時とかね。あ、そうだね。うん、もう前の日の夜中とかから。うん、出て、即席でね。そう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 、こんな感じでね、うん、なんかやってみたいな。やってたやってた。結構な感じ出てる。そうですね。うん、結構な、あの、危ない車みたいな感じ出てる。外から見たらこれ結構すごいから。そうだね。うん、あ、でも大事だよ。もう本当に車中泊、いいよって言ってくれたレンタカーさんに本当に感謝、もう感謝です。いやー、というわけで夜飯だな。はい。さっき買ってきたんすよ。そう。スーパーで買ってきて、僕の夜ご飯はほぼほぼ使って。おお。チロルチョコ2個。あー、おいしそうだー。晩ご飯はやばい。ただのお菓子、晩ご飯はやばいな。昼飯ちょっ と調子乗りすぎた。もう1円やから。でもなるほどな、999円使ったから今日ね。すごいよ。私はですね、おこちら、おーボーロー、ミルクボーロだ。なあ、かわいいだろ う赤ちゃんじゃん。これ夜飯ってよ、まあ、赤ちゃん。まだ赤ちゃんの方が今食っとる。30円余裕だろうと思ったら、うん、ちょっとあの、やっぱ値上げされてますね。31円が。そう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 。なんかね、ちょっと細いところでね。そうそう。端数があって。うまい棒3本買えるやんと思ったら、うん、今うまい棒も11円なんだね。そうね、2本しか買えないとかね。そうそう、やったー。ボーロはさすがに久しぶりだわ。うまっ。半分食ったうまっ。素朴な味がする。久しぶりに食べるとまあ割とうまい。まあうまいよ、ミルクボーロ。
うまいよ。完璧だね。完璧だね。もう昔思い出すし、なんかいいね、ノスタルジックな車中泊だね。うん。あ、寝る時もこれをもう全部倒してやるんで今。うん。これをこうして。こうです。こう。もうすごい、こんな感じで寝る。明日は晴れるといいな。うん、晴れたい。の、じゃあそんな感じで今日はもうなんかこの辺でダラダラしながら寝ます。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。果たして僕らは沖縄一周できるのだろうか。お腹空いてもうなんか嫌になっちゃうのだろうか。腰が先に死ぬのだろうか。わからないけど。はい。はい、このまま明日も頑張ってなんか楽しく進んでいきます。はい。はい、というわけで昨日楽しそうだなーと思った人はチャンネル登録の高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、また次回バイバーイ。バイバーイ。おはようございます。二日目の朝です。はい、朝です。意外と眠れたな。意外と寝れた。意外と寝れた。おー、なんか腰もめっちゃいい。なんか肩がちょっとなんかこうやって寝てたから、しんどいな、みたいな。ザコー、俺全然寝れました。俺、爆睡でしたというわけでね、はい、まあ、今日も京都でね、沖縄一周するんですけど、はい、とりあえず、ルーレットで。はい。今日のね、お互いのご飯代を決めてよ。1000円昨日500円しか食って自炊とかならね、いい、この500円。はいはい、はい、ただあの、名物を500円で食べるのまあきつい。昨日はただ酒とね、ジュースがあったから。そうだね、今日ないから、そういうの。じゃあ、行くぞ。はい、俺がリケーちゃん。いいよ。2000円お願いします。お願いします。来い来い来い、あ、来い。なあ、今日食べたいものあったのにな。うん、任せろ、こいちゃん。私が2000円当てて100円分あげるよ。そしたらめっちゃいい人、めっちゃいい人。頼むぞ、あいちゃん。任せろよ。すべては私にかかっている。取れ高含め私にかかっている。お願いします。お願いします。おい、続けて500円女じゃん。ギーがない女。あー、最悪。あー、マジか。最悪だよ、マジかよ。わー。では、こちら、どうぞ。ありがとうございます。不服。不服でござる。はい、じゃあ500円じゃん。よかったな。今日の飯代だ。おめでとう。大不服。これはやばいな。マジか。コッタビ。よし、じゃあ出発だ。お願いします。それでは。はい。沖縄一周の旅。2日目。スタート。やる気な。500円で完全にやる気なくなっちゃった。天気がな。なかなかな。でも昨日よりいいよね。昨日よりはいいと思う。昨日はもうな、スコブラ雨降ってたから。昨日はな、それに比べて今日はなんかあの辺とかね、ちょっと若干の晴れるよみたいな、晴れますみたいな感じるね。ね。ぼちぼちつくぞ、あーちゃん。おー、沖縄の絶景だ、あーちゃん。こいちゃんが見せたかった絶景か。そう、まあ沖縄に来た人なら絶対来る場所。おー、有名なとこ。そう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 、もうこれ、あい、これ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 。おー、わかるか。あー、海が広がってる。おー、おー、この景色。おー、氷大橋だ。悪いね。左左左左、ほら、すごい綺麗だね。
渡った先に、うん、とってもラブリーなの恋愛スポットがあるからね。そうなんだ。ロマンチックに行こうって。着いたぞ。見て、こいちゃん。強いやつがつけてるさ、あの首のとこの。あ、あれやん。あの姫島さんみたいな。あの強い僧侶キャラみたいなやつがつけてる首に。大体つけてるやつ。そういう数図に見えます。え、でもこれロマンチックスポーツじゃないんだ。全然ロマンチックじゃないから。違う、あれ、うん。あれもいい感じだよ。肉体系僧侶キャラの数図。お、近づいてきた、近づいてきた。もうちょっとだぞ。あすごい、めっちゃ滑る。気をつけろよ。あ、ロマンチックスポットまでもうちょい。あーちゃん、はい、あれを見ろ。当てる。あれだ、ドドン、ハートロックだ。おお、あれか。あれだ。あ、濡れた。私すごいマッチョな生き物がこう殴り合ってるように見える。よし。よし。わかるやん、ちょっと。で、ここ嵐とかも来たことあるスポット。あ、そう、わーい。わーい。海綺麗、でも。海とかさ、こう、ボーンって。やっぱり海綺麗だな。あのさ、右側上げてる。曇ってるのにこれすごいわ。おお。見て。どっちも右利きのさ、マッチョがさ、こう。殴り合う。ずっと言ってるやん。ずっと言ってるやん、マッチョ。全然分かってくれない。こっから見るとマッチョにも。こうにも。よし、あいちゃん。はい。今から沖縄本島の最北端。おー、いいね。いいね、ロマンがあるな。端っこ好きだね、こいちゃん。好き。だいたい沖縄旅行来る人ここら辺までで折り返すからさ。はい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 。俺もこっから先は行ったことないね。あ、そうなんだ。そう、最北目指そうぜ。あ、いいね。Is it the same night you had trouble with? Oh, 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 oh,大逆転ルーレットやる時が来た。はい。いや、もうこれにかかってるから。6分の1の確率で相手にご飯をおごってもらえるっていう。はい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 。もうだからこれで昼飯をだからおごってもらうっていう。そう。わあ、よし。目に物見せてやれ。いきます。はい。こっちゃん、ごちそうさまです。うわー、来い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 。あー、もうちょっと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 。全然ダメだ。腕立てできない。筋肉ない野郎だからできない。とりあえず腕立て。あー、あー、お腹空いてるのに、眠たいのに。なんか若干晴れてきたな。若干晴れてきたぞ。頑張れ、あっちゃん。どういう状況よ。ゴーよ。めっちゃカクカクでいいよ。8910。それ何、11、それ何や。一番土下座。土下座。腕土下座。JK20。 はい、帰るぞ。いきます。はい、絶対出る。最北の食堂でご飯食いたい。おー、行きます。はい、来い来い来い、行けー。はい。あ、おー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 、すごい。こいちゃん、マジじゃん。マジで
え、マジで当たった。え、これ八百長とかじゃなくてマジで当たった。え、やばい、やばいな。あーちゃんありがとう。やだ、自分食べれないのにおもんなきゃいけないの、やだ。やったー、うそ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 う。ありがとうございます。やったーやったーやったー終わりだー、ありがとう。おおおお、なんだこれ、これ最北端の食堂の、うわやばっ、おおプルンプルンやん、すげえ、めっちゃ半熟だ、めっちゃうまそう。よかったね、こいちゃん、すまんなーちゃん。いただきます。どうぞ。オムタコライス、わー絶対うまいやん。オムレツの下にキャベツで、あ、その下にほら、あーチーズと、あ、いいね、あタコミースタンド、あ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 、わー、めっちゃ大盛りだ。うわすげー、いただきます。おいしい、めちゃくちゃうまい、ほんと今まで食ったタコライスで一番うまいかもしれない。マジ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 、え、やばい、最北の地にて見つけてしまった、見つけてしまった。あ、ニンニクも効いてる、ニンニク、あ、そうなんだ、すごいうまい。まあ、食っていいよ、食っていいよ、食べていいの、食べていいよ、もちろん、ほんとに、もちろんあっちゃんのおごりだからこれ。じゃあ遠慮なく。マジマジでうまい、いいんですか、すげえからこれ、いただいちゃいますよ。あ、すごいチーズとかもしっかり入ってるね。そう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 、いただきます。はい、うん、うまい、めっちゃうまいよな、自分の知ってるタコライスじゃない、うんうんうん、なんだろうね、なんかこうめっちゃ美味しい、 なんて言えばいいの、何、うん、何これうまい、チーズとニンニクがすごい効いてるイメージあるね、すごい元気になる、うんうん、めっちゃうまい、ありがとうこいちゃん、うん、全部あげたわけじゃないけどね。全部あげたわけじゃないけどね。ごちそうさまでした。この先に展望台があるらしいぞ。おー階段だ。そんなないて、そんなないて、ほら、この間さ、ぽんちゃんとさ、昼の動画見てからさ、こういう葉っぱのところ近寄るの怖くなっちゃった。あ、山ビルね、うん、気をつけろよ、あいちゃん、怖い、すごい、あんなめったにおらんって大丈夫だって。すごい、なんかある、やべえ、なんだなんだ、あれだぞ、すがに沖縄旅行来た人でここ来る人あんまいないんじゃないかな、これはあんまいないだろう、これは。さあ、なんだと思いますか、これなんだと思いますか、トモは、なんだこれ、あれは、あ、結構しっかりしてる、でかい、おお、おおおわー、すごい、おーい、ダダン、でけえなこれ、やべえなこれ、あれ等身大、等身大なわけねえだろ。沖縄沈むぞ、すげえこれ、あの中に行ける、あの中に行けるぞ、ヤンバルクイナの中、お、操縦できるかもしれん、行くぞぽんちゃん、よし、ちょっと顔出してくれやちゃん、おお、お、なんかすごい、なんか待っていたぞ、このお、ヤンバルクイナの主、ヤンバル、ヤンバル、ヤンバル侍、ヤンバル侍だ、わあ、でも綺麗だね、なんかなんかすごい、でも何すごいね、なんかあのヤンバルクイナからこれを見てるって思うとすごい面白いな、うん、ヤドカリだ、でっかいやつがいる、おおおおお、すごい、おお、青い、青い、なんかカニみたい、かっこいい、かっこいい、後ずさりしてる、めっちゃ後ずさりしてる、なんかごめん、なんかごめん、ポケモンみたいだね、ポケモンみたい、ここが最北じゃないかい、なあ、最北だな、ここが沖縄の最北端の地、ヘド岬、ヘド岬って名前すごいね、ねえ、ドロヘドロみたいだね、ドロヘドロ、ドロヘドロ、
ドロヘドロ面白いよね。ドロヘドロ好きな人いいよね。あ、ごめん。覚えられない名前めっちゃ多い。さっきなんかすごい名前の滝なかった。タータキ。タータキ。タータキ。なんか沖縄の多分そういう言葉なんだけど。そう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 。本当に、ね、北海道と沖縄は本当にむずいのよ。よし、最北端に到達だ。わあ。イエス。イエス。高須クリニック。イエス。高須クリニック。イエス。帰るか。帰ろう。まだ一周が目的だからな。最北端が目的じゃないから。そうだぞ。戻らなあかん、ここから。そう、まだ4分の1しか来てないから。急げ、戻るぞ。今日はまだある。今日はまだ長い。一気に下るぞ。なあ、下るぞ。Say something that will make my day。 着いた。最北端からぐるーっとこう来て、はい、戻ってきた。戻ってきました。一回ね、うん、とりあえずね、雨でも海楽しめるよ的なスポットがあったんで、はい、そこに行こうかなっていうね。そうですね。お腹空いたよ。え、力が出ない。もう4時半とかないやん。お腹空いた。お腹空いた。お腹空いた。オブを求める25。うらほら、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、俺がすごいセクシーなことやってる。ほら、俺の足すごいセクシーなことやってるし。俺の足すごいセクシーなことになってる。セクシー子。あ、やばいやばい。セクシー子の。わいせつわいせつ。セクシー子の。わいせつだよ、わいせつ。大丈夫だよ、いつも履いてるか履いてないか分かんないよ。分かるわ、分かるわ。セクシーになっちゃう。セクシー。映すな、映すな。映すな。セクシー。アップすな。海中展望塔。おー、あれですよ、あれ。佐賀のね、行ったよね、こういうとこ。佐賀で行った。佐賀で海中展望塔行った。そう、行った。海中展望塔、日本にあんまなかったじゃん。そう、珍しいみたいな。めっちゃ珍しいみたいな。珍しいだったけど。なんかここにもあったから。ねえ。ありがとうございます。ありがとうございます。海中だ。なあ。もう今だから海の下にいる。そう、海の中でこれ。やば、ロマンじゃん。モンブランクリケットだね、あっちゃん。モンブランクリケット。美味しそうだね。お、すごい見えそう。あ、すごいすごい、結構な透明度。ちょうどいなくなった。そんなことあるかい。奥とかほら、大きな魚とかもいる。お、ほんとだ、結構、結構いる。ねえ。なんか美味しそう。美味しそうだな。ちょっとなんか、お腹空いてきた。海外味があるな、ね、海外味がある。おー、カラフルね。うん、なんか店名めっちゃ英語多いね。英語多い、読めん。それはあなただけよ。あ、すごいな、この辺ね。すごい異国感がめっちゃする。面白い。わー、しかさっきからアメリカの人かな、なんか海外の人めっちゃ多い。なんか海外の人多い。でれんでれん、夜飯です。ワンコイン。うわ、米軍基地があるんだ、ね、だからこんな海外なんだ。海外っぽい、ね、めっちゃみんな海外の人、みんなアメリカや、ね、かっこいい。ガチムチな人多いよ。な、俺ワンパンでやられそうやん。あれだ、ドル表記だ。ドル表記と日本円で書かれてる。本当だ、海外の人が多いからドル表記なのかな。なあ、見て、羽ある。足りない。足りる人いなくて。
緊張する。なんか日本のはずなのにすごいアウェイ感がある。あ、すごい、見てめっちゃでかいよね。これ500円でこの量だよ。やばくない？すごくない？どうした？デカ盛りじゃん。わあ、いただきます。うまい。うまい？味濃い。めっちゃ味濃い。海外味がある。なんか日本のカフェとかのタコライスじゃなくて、もうすごい濃い、うまいみたいな。おいしい。すごいチーズが口の中で溶ける。おいしい。じゃあ量多い。これ350円。安ない？安い。しかもバゲットもちゃんと焼いてある。すごいね。ボリュームが米だよ。すごいね。すげえよこれ。いただきます。おいしい。うまっ。揚げたてや。ほんとよかったね。フライ揚げたてのパン焼きたてだからめちゃくちゃ食感がある。はい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 。なんかちょっと気持ち大味だけど、めちゃくちゃうまい。おいしい。カロリー食らってる感ある。わかるわかるわかる。おいしいね。うユニバみたい。ユニバ。実際のアメリカ知らないからさ。あ、なるほど。そうそうそう、あのユニバのあの本当カラフルで色とりどりな壁と、すごいたくさんの電球とユニバを感じる。すごいよね。なんかさ。ね、楽しい。もうね、クリスマス。ね、クリスマス。めちゃくちゃクリスマス。サンタいっぱいいる。サンタだ。くるみ割り人形の。おお、本当。サンタさん。サンタさんチース。サンタさん。明日のルーレット2000円でお願いします。2000円でお願いします。いいよ。しょうがないな。来年の1年もいい子にします。すげえな。なあ、もう息を吐くようにもうインスタ映えスポットみたいのが、ね、いっぱいある。めちゃくちゃあるな。ね、もう間違ってももう150円残金で来るようなところじゃねえ。間違いない。それだけは間違いない。2人合わせてやから。もう何も楽しめないっていう。なあ。オッケー。よっしゃー。Thank you。これはよいしょ。ホーサー。よいしょ。いやー、というわけでね。はい。最後僕の150円、うん、余ったやつはビタミンジュースと、ダーちゃんにガブリチュー買いました。いい、ありがとう。優しい。いいよ。残金9円です。ありがとうございます。私はゼロ。ワンコインで綺麗になくなった。なあ、タコライスで、タコライスで美味しかった。というわけでね、はい、今日もね、まあ、あの不審者カーになったんで。もう寝ます。はい、明日こそはね晴れるよ。俺はもうね晴れますよ。沖縄に来て晴れないなんて、そんなわけない。さすがにない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 。やってるわけで、はい、明日晴れますように、はい、祈りながら今日は寝ます。はい、まあなんか天気悪くても沖縄なんかいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。というわけでまた次回に。バイバイ。おやすみなさい。おやすみ。
おはようございます。3日目の朝です。はい、朝です。さあ、というわけで、はい、晴れた。晴れた。奇跡かなあ。もう1日目2日目がうんこみたいな天気だったんですけど、うん、結構晴れたよ。確かに青空が見えるねえ。奇跡だなあ。嬉しい。というわけでね、はい、今日ちょっと沖縄っぽいことできるんじゃないかっていう。今日しかむしろチャンスないかもしれん。今日もね、今日とて、うん、本日の飯代ルーレット回そうと思います。今日は絶対見せほしいな。サンタさんが叶えてくれる。そうそう、昨日サンタさんがいたから、サンタさんにお願いしたんですよ。そうそう、サンタさん叶えてくれる。サンタさん、明日のルーレット2000円でお願いします。じゃあ俺からいきます。お願いします。明日頼むぞ。いくよ。はい、それではいけ。お願いします。来い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 。それはやばいと。あー、危ねえ危ねえ。1000円はもう全然もう不合不合です。不合です。ありがとうございます。私いい子だったから、サンタさんが。確かにサンタさん、そうそうそう、1年見てくれてるからね、きっとね、うん、よし、いくぞ。頼む。スタート。ほい、ほい、逆にすごいやん。逆にすごいやん。え、サンタさん。サンタさん、いい子にしてませんでしたか。3日連続500円女。マジで。いやー、マジで。いや、ほんとね、500円はいかん。いい子にしてなかったんだ、きっとこの1年。ダメだ、サンタに見捨てられた。サンタさんに見捨てられた。あとりあえず行く。とりあえず行きますか。もう行かない。ポッタビ。いやー、いい天気だな。なあ。いや、今日はもうね、今日はもう最高の沖縄じゃない？なあ、これはもう最高の沖縄だよ。では沖縄一周旅3日目。スタート。海中道路来たぞ。おお、すごい。マップで見るとそのピャってなってるところのなんか上、上、海の上を走っていくねえ。おお、これぞ沖縄ですよ。なあ、これぞ沖縄ですよ。これぞ沖縄よ。なあ、これが沖縄。わかりますか。この晴れよ。なんかすごいとこだな。おお、なんか穴場っぽいビーチがあるって聞いた。本当？うん、穴場。島を思い出すな。大丈夫かここ。あー、いいですね。あー、すごいすごい水たまりが。あー、めっちゃ低速です。おー、いい、この穴場感。整備されてない感じがいい。野生味あふれる。でも沖縄ではさ、やっぱ結構整備されたとこが多いから、うん、珍しいんだって。この手つかずの自然系。うん、おお、いいね。おお、すごい、楽園のような入り口だな。楽園、楽園、はい、3日目にして初めて沖縄っぽい。おわー、綺麗。むっちゃ綺麗だな。婚約踏んだみたいな感じだった。何踏んだの。なんもないとこに滑ってる。8G。 うるせー。おー、綺麗綺麗。何この透明度。ね、海の中に道がある。ね、なんかすごい、わーって、あれじゃん、千と千尋みたいなさ。タララン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 タラ
こんな綺麗な海に、こんな綺麗な海に帽子が。ごめんなさい。全然飛んでっちゃった。任せろ任せろ、俺に任せろ。こえちゃん、まさか。あー、こえちゃん。膝ガクガクやないかい。浅い。思ったより浅かった、あいちゃん。ありがとう、こいちゃん。ごめん、こいちゃん。マジのやつ。え、本当に？マジのやつ。ちょっとネタ入ってなかったですか？マジのやつ。冷てーし。ありがとう、こんちゃん。ワンちゃんみたい。大型犬泳がしてるみたい。ピューン、ピューンピューン、ピューン。飯だー、腹減ったー、むっちゃ腹減ったー、腹すいたなー、飯やー。では、あー、ほら、どうぞ。不合。本日も500円です。もう飽きたよー、2日連続だよー。逆にすごい、逆にすごいな。うん、逆にすごいよ。最強食堂、もう安そう。もう安そう、名前が安そうなあ。カレーライス、お、500円や。沖縄そば、お、480円。きつねうどん、かき揚げ、うわ、かけうどん、やばい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 。しかもご飯大盛り無料、すごい。あと選択肢がある、あなたには選べる権利がある。うまそうだな。美味しそう。すごい、500円でこんな立派なものが。そう、定食文化だからね、やっぱ安いね。まさに最強。まさに最強。まさに最強。いただきます。美味しそう。おお、分厚い。いいですな。ね、うん、うん、俺だ俺だ。いただきます。どうぞ。やべえ、美味しそう。見てこのご飯、軍艦みたいになってる。軍艦やないか。もう600円大事だな。やっぱ600円、500円と600円の壁がすごい。そこがちょっとね、うがるんですよ。でもタルタルの海、あー美味しそう。うん、やっぱ沖縄といったら牡蠣ですよ。だな、うん、だな、うん。やっぱ沖縄といえば牡蠣。うん、めちゃくちゃうめえ。マジか。目玉焼きが乗ってる。おー、いいですね。いいだろう。目玉焼きより調理されてる卵焼きの方が美味しいし、うん、やっぱ貧乏者にはわからんかもしれん。500円貧乏じゃないし、ちょっと600円あるといいだけだし。すまんな。あーちゃんの聖地、ブルーシール本店でございます。いやもうね、沖縄のね、離島とか毎日食べてたね。いや問題はね、はい、俺はね、350円あるんですよ。はい、あーちゃんはたらね、もうね、はい、ない。バカされてくれないかな。え、常にバカされてくんないから。なんか言ってるもん、もう。やりますか、逆転。やるよ、やるに決まってんだろ。ここに来るためにここに来たんだ。何を言ってるんだ。一回きりやからな。一回きり。わかりました。マジでね、ブルーシールめちゃくちゃ好きで、ええ、ここの、この企画でさ、全然食べれてないけど、よし、大逆転ルーレットだ。ちゃん毎日食べてるから本当に好きだから、絶対に当ててやる。一回きりだからな、チャンスは。はい、いきます。めっちゃ本気だ。
めっちゃ本気だ。お願いします、こんちゃんに奢ってほしい。こんちゃんに奢ってほしい。どうなる。なに一日ダサーだ。してもいいけど、私恥ずかしくないよ。こんちゃんが恥ずかしいだけだからね。じゃあちゃん今日一日毒ガス丸ね。あーちゃん今日一日毒ガス丸って名前にするわ。もう一回何が。もう一回毒ガス丸。毒ガス丸静かにしろ。大丈夫半分こしよう。半分こしたるわ。俺金持ちやから俺の気持ちを返せ。よっとバニラ&クッキーだ。すげーハムコしようぜ。これ俺も一問なしになっちゃった。いいやつだな。いいってことで毒ガス丸。ほらよ毒ガス丸。そう大逆転して、ここの一番でっけえの食べるつもりだった。いいんですか一口目。いいよ。わーわー、いただきます。うまい。うまい。沖縄一うまい。沖縄一アイスな。大好き。うまいな。うまい。美味しいね。あーうまい。ありがとうこいちゃん。あと一口だけもらってもいいですか。全然半分でいいよ。半分こやろう。大丈夫だじゃ。マジいらないの。どうしたの毒ガス丸。毒ガス丸二口ももらったから幸せ。いいよ君のお金だから。そうなの。うん。ごちそうさまでした。うわあマジか。ここまで来たのに。マジかいやここまで来たのに。あやシュノーケリングわざわざするために戻ってきたのに。そうなんですよ。めっちゃ晴れたんで今日。そう今日しかないと思って、ね、もう逆走してさっき。そう50分ぐらい運転して結局。そう眠いっつって、わー眠い、でも頑張ろうってやってきて、なんかめちゃ天気いいのに泳げないみたいになってて、なんかうねりがあるっつって。知らねえそんなこと。なんだうねりって。地雷のうねりかなんかか。多分今日な、多分沖縄だったらもうラストチャンスぐらい。そう本当にそうだね。シュノーケルチャンスやったんですけど、うん、残念ながら入れねえっていう。はい。ずっと天気悪かったのにな。なあ。ねえ、やっと入れると思ったのに。ね。なんかその前田岬ってところが入れるスポットだったんですけど。そう。私たち初心者だからね。そう。なんか入りやすい、みんながたくさんいる場所の方がいいと思って。そう。わざわざ戻ってきたんだけど。じゃあなんか入れないから、まあ隣のちょっと今からビーチに行ってみようかなみたいな。そうだな。そんな感じですね。はい。わざわざ逆走したのにな。私たちらしいよ。いやだそんならしさ。おお良さそう。うわー綺麗だ ね。よかったそう思うことにしよう。なんかすごい。すごい。おおすげえ洞窟だ。洞窟の中。なんだこれ。最近知られるようになった穴場スポットらしい。なんか文字通り穴場スポットって感じ。なんかくり抜かれてる額縁の入った絵みたいな。Never thought I'd feel so alone.
日ぶりだな。イエス。ロッ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 。え、めっちゃ良そう。なにこれ、唐揚げ油そば。はぁ、天才じゃん。これすごいね、無気量とランチで。え、食いて、あぁ、食いて。美味しそう。めっちゃ腹いった。めっちゃ腹いった。お腹すいた。お、いいね。あ、いいやん。いいやん。ええやん。いいやん、いいやん。充電、充電。充電、充電。充電、充電や。はい。カメラ、カメラ。よし。OK。じゃあね、あいちゃん、風呂行ってくるわ。変えてしまえば。さくさ乗ってるやん。じゃあな、あいちゃん。じゃあな。はい。じゃあね。ゆっくりしておいで。はい、バイバイ。はい。気持ちいいな。なあ。よいしょ。腹減ったよ。めっちゃお腹すいた。いやー、というわけでね、はい、今日で車中泊最後っすね。そうですね。3泊目か、この K に3泊して、うん、もうね、編み出したっすよ、僕らは。そう、もうこれをまずね、最高の寝方を編み出したんですけど。だね。ちょっと生活感があるけど、まずこの、まあ、助手席と、うん、助手席と運転席をザーって前持ってくるじゃないですか。そう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 。でも全部倒すじゃないですか、うん、その際にヘッドレストを抜くんですよ。そう、するともうここ割とフラットになるじゃないですか。そうだね。でヘッドレストは枕として使えるんですよ。お、抜いたヘッドレストをここに置いて、うん、でもここのなんか危ねえところがあるんで、はいはいはい、それはこの浮き輪とかを拭いて、あと洗濯物ね。浮き輪と洗濯物をこう駆使して、もうこれで簡易ベッドの完成と。おー、でここにね、うまいこと寝転がると、ちょっと今日洗濯物量増えたんで、ちょっと森がすごいんですよ。足がでもね、そう、175センチあるのに、そう、伸ばせるんですよ。そうだね、エコノミー症候群とかにならないって。うんうんうん、素晴らしい、素晴らしい。俺の腰は守られてる、これで。おてなわけでね、はい、まあ私たちの腰は無事に守られておりますと。はい、はい、そういう話です。です。明日で沖縄一周はね、最終日やな。うん、明日こそ2000円を当てたいというところで。いや本当だよ。マジでいかん、このまま終われない。あーちゃんね、ちょっとあの3日連続500円女なんで。本当にもうね。沖縄来てね、ずっと500円しか食べれないの。やだよ。ほぼ1日1食やから、ね、おしゃれなバーガーとか食べたいよ。明日はね、2000円当ててもらいたいなと思いつつ、はい、はい、今日も寝ます。です。おやすみなさい。おやすみなさい。また明日。バイバイ。おはようございます。3日目の朝です。はい、朝です。というわけでね、はい、今日の天気は、はい、うん、なんかね、曇り。まあ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 、でも降ってないだけマシじゃないか。ほんとそうだな、降ってないだけマシ、うんうん、それだよ、それ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 。もう降らないということが第一条件だからね。そうだな。今日が沖縄一周の旅最終日やな。そうだね、4日目ということで、うん、この激安レンタカーも返しちゃうんですけど、はい、とりあえず行くぞっていう前にね、今日のご飯代をルレット決めようと思います。はい、今日こそは2000当てて、もうアイスとかなんかもういろいろ食べたいもん食べたい。3日連続500円だからね。やばいよ、ほんと500円じゃないかな。あー、ギリギリ500円でした。これなんか八百長じゃない、こんちゃんがなんか500円にしかならないようにしてるんじゃない。そんな設定あるか。そうなってるんだ、きっと。最初は言う、最初は言うじゃん。最初、俺いつも最初はやってるから。本当、うん、分かった。じゃあ最初にやるね。いいよ、それでなんかな、変わるかもしれない。確かに、うん、運命がね、今ね、これちょっと狂って変わったからね。なんだそれ。じゃあ行くわ、行くわ。いけー。今日は選択肢いっぱいの中から食べたいです。お願いします。すごい
やん。あ、すいません、なんかありがとう。渡さなきゃよかった。あー、神様見捨ててなかった。マジ、サンタさんありがとう。俺はもう、じゃあもう2000当たらんやん、この感じは。まず当たることはない。そんなことない、こいつ。まず当たらんやん。もしかしたら当たるかもしれない。いや、行くよ、俺は。行く、ま、行くの。もう出る、2000出る。いやー、いいね。来い。よし、ステーキ、2人でステーキ食べるの。2人でステーキ。変わってもらってごめんな、なんか運命の歯車があそこで変わってしまった。300円って何食えるの。300円。え、夢、何も言えねえ。300円では、こいちゃんどうぞ。な、今の時代じゃお前スガキ屋も食えねえよ。スガキ屋も食えねえ。300円じゃ始まったな、時代が。おにぎりしか食えんじゃん。おい、よかったな。よかったね、あいちゃん。こいちゃんさん、話してください。ありがとう、サンタさん。ついに手に入れました。ポッタビでは、行きます。お願いします。沖縄一周の旅、最終ラスト、スタート。沖縄のテーマパークだ。そう、沖縄ワールドです。沖縄ワールド、はい、ストレートなネーム。ここはね、いっぱい楽しむ場所あるから、スポットで回っても2時間半とかかかるぐらい、そう、大容量をギュッとここに凝縮しましたみたいな場所。おー、すげー。おー、地球の神秘、綺麗、癒される。運輸道に癒される年になっちまったよ。ああ、高校生の時全然つまらんと思った記憶があるんだけど、すごい癒される。竹富島みたいだ。ああ、すげー、のどかな感じの時間な感じ。すごい、こいちゃん。なに、これ。うそ、石垣牛だって。石垣牛だ。1000円じゃなかった、1万円。なわけあるか。なわけないか。ブランド牛なめんな。あー、美味しそう。うわー、やめろ、もう見るな、見るな。こちゃん、どうしたの。こちゃん、ないよ。300円で食べるものはない。何かな、悲しくなるだけだから。ポテトもすら食えない。やめておけ。ポテトすら食えない。ハブッシュの試飲ができるかもしれない。いけるかな。来た。ただ酒じゃね。ただ酒チャンス。ただ酒チャンス。さすがに無理じゃないか、ハブシュ。すごい。おい、やば、なにこれ。約150匹入ってるって。ハブが、うん、純粋に怖い。エキス抽出中。窒息中。エキス抽出中、言えんから。エキス抽出中。ハブの毒は抜かずにそのままなんだって。え、どういうこと。なんか毒はアルコールで分解される。ハブ酒パネ。すげー。ハブ酒飲んでみて。飲んだことない。あ、死因だ。これが死因できるんだ、これ。すげえ、スリザリン。500円する、このシーン。ちょっと今日やめとこうか、今日。またいつかな。ちょっとタイミング悪いわ。ちょっとタイミング悪いな。アミメメ、アミメニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アミメニシキヘビ。お、これだ、これがかつて博物館にいたんだって、剥製で。これ、ここは頭だよ。え、でかっ。人間食べることできるんだって。怖っ。丸飲みだよ、丸飲み。怖さしかない。丸飲みしたらさ、だってさ、人のさ形になってそのまま飲み込まれていくんだよ。どうにかこう対抗できないのかな。こう、わー、風船太郎みたいになる。これハブとマングスじゃね。
わあすごい戦ってるね。天敵なんかさっきもショーでさ、うんうん、ハブとマングースショーがあるっつって見に行ってきたんだけど、うん、もうなんかコンプラ的にもう決闘みたいなのができないらしくて、はい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 、もう水泳大会になったもうハブとマングースの水泳大会マジで平和やだやだやつは次のカードスラッカーもあそっちで、はい僕は大丈夫、はい、うわあやだやだやだこんな感じで、こんな感じで、はい、ここら辺持ってますか、ね、すごい、わあすごいね、何これ、息遣いを感じる、ここから心臓がこのあたりあ、なるほど、わあすごい、はい、いきます、はい、チーズー、よいしょーって言ってる、怒ってんじゃない、怒ってんじゃない、わあやだ、すごい、ただ何この感触すごい、取れた、見てこいちゃんの顔、俺の顔めっちゃ嫌がってるやん、めっちゃやめてあげて、本当にまさかの上に U ターン、飯や、飯だとりあえず飯や、ステーキだ、だー、沖縄といえばステーキだ、ステーキだよ、こんちゃん、こざるを得ないステーキはね、なあ、まあ、やっぱり外せないんですよ、沖縄のステーキは、そういうことですよ、いやー300円しかない300円しかない、あーはいだーセレブだセレブだ、やばいよ、ヒデオ2人4倍、連日の4倍ですよ、すごい、俺も食べるためにステーキをルーレット回しやす、わ、大逆転ルーレット、大逆転しちゃいますか、こいちゃんさん、過去にね、大逆転してるからね、俺は、いや、すごい、確かに一回タコライス食えてるから、これで、確かに、私と今日歯車が変わらなければ2000円だったしな、そう、では、大逆転ルーレット、はい、いきます、どうぞ、これで、俺もステーキ食べます、あーいけー、どまい。くそだ。くそだな。結果は最大の黒歴史だね、こいちゃん。何それ。自分で作ったのに。人生だよ、もう。人生レベル。大学生の時に。はいはい。めちゃくちゃおしゃれだと思って。おう。私服で。うん。蝶ネクタイを毎日つけてた。いや、でもいいと思うよ、なんかあの蝶ネクタイおしゃれだしね、コナン君みたいな日常がコナン絶対コナンとかあだ名つけられとるうるせぇーステーキも食うねいや、おしゃれだよ、こいちゃん、こいちゃんおしゃれだよ、蝶ネクタイおしゃれ、うつむくその背中にあ、コナン来てよ、コナンあいつまた今日も蝶ネクタイつけてるよ、麻酔針はどこだその背中に、一人で楽しんでくれ、俺はスーパーで総菜でも買っているよ、ここに2000円ある、え、一緒に食べよう、いいの、あーちゃん、まあ、元は私が奪ったみたいなとこいいの、いいよ、神じゃん、いいよ、あーちゃん、私のことを今日は神と呼べ、あの毒ガスマルじゃなくて毒ガスマルじゃなくて、毒ガスマルじゃない、あ、そういうこと言っていいの、こいちゃん、毒ガスマルとか言っていいの、あ、もう知らないですよ、やばいやばい、そう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 、神神神神神神神、その背中に、うわ、やった、よろしくやった、神神、2000円だ、あ、神神だ、うん、発見中です、行こうぜ行こうぜ、バイキングだ、ここはカレーとかスープとかサラダとかご飯全部食べ放題で、でステーキついて1000円だから、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、どう、いっぱい食べるぞ、いっぱい食おうぜ、もうずっとしばらく食ってないから、ちゃんとモリモリの森にする、おお、いや絶対うまいやん、絶対うまいやん、このクソみたいな食生活をこれで潤いが潤わせれるさ、なあ、なか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 、はい、ありがとうございます、うわぁ、やった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 、うわぁ、
そう。神。やばい。神美味しそうです。神様。めっちゃ美味しそうだね。食べましょう神様。食べるか。食べましょう神様。よしよ。わあすごいね。さすが神様。さすが神様ですね。すげえごましてくる。やっぱねっす。さすがっす。さすがっすね。あすごい。すごいね。1000円で180は素晴らしいですね。ちょっとお塩つけて、いただきます。どうだ、どうですか神様。あうまっ。何これ幸せだよかった、おいしい。ステーキソース。お、ステーキソースでいきますか。お、うまそうこれ。いやー。あー、美味しそう。やっぱりニンニクだよね。あ、もうここに行っちゃう。はい、ここです。めっちゃ入れるやん。めっちゃ入れるやん。うわー。絶対うまい。すみません、神様。神様いただきます。どうぞ。やばいよね。もうこれは。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。とんでもないです。こんな下っ端にありがとうございます。神様、ありがとうございます。いつも優しくしてくれるからな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。どっちだ。だ。ちょっとな、車中泊させてもらったからさすがにな。ちょっとだけな、軽く。いや枝豆ごお世話になったからな。なあ。4日間だぞ。4日間。すごい。家として働いてくれた。ああ那覇帰ってきたな。一周なんとかできたぜ。意外と寝れたな、なんか軽自動車。全然寝れた。全然寝れたね。結構狭くて腰とかも全部痛いんだろうなみたいな、うんうん、思ってたけど、うん、全然いけるわ。全然もう一周できるわ全然。長期となるとな、多分俺の腰が死ぬから、うんそうだね、あれだけど、うん、3泊4日ぐらいだったら全然いいなってなったね、うん、そうだね、うん、まあでもおにぎりは恋しいね。おにぎりやっぱり恋しい。やっぱそれ用にちょっと作ってますからね。そうそうそう、やっぱおにぎりが恋しいね。シャチワークさんとどうしてもね、お忘れの方もいるかもしれない。いないいない。おにぎりっていうね、かつて車がありまして。いやいやいや、もうなくなったみたいに言うな。この枝豆号ともお別れなんで、はい、無事に返しに行きます。そうだな。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。今日の背中に。あー、この辺だ。あ、あれじゃない、あれだ。うわー、ようやくだ。3日ぶりのベッド。お、目の前。お、ここある。ここは今日の宿か。おー、ではよっ。はいよー。わー、お邪魔します。わー、すごい。おー、わっ、めっちゃ広い。おわ、すげえ。すごい、すげえ。ベッド一人ずつだ。うわ、なんだこの遠距離。嬉しい。すげえ。今日はもう広々と寝れるぞこれは。すげえぞこれ。よいしょ。あー、すげえ。すげえ、おじいちゃん。そう、コンドミニアムだからな。連続庫、冷蔵庫がある。おー、そのまま住めるやん。おー、トイレ。おー、トイレだ。え、風呂は？風呂ないかも。え、お風呂ない。こっちだ。わ、めっちゃ広い。え、マジで？なにこれ。え、わ、すげー。すごいすごい。風呂。え、洗濯に乾燥機までついてる。風呂と
洗濯機乾燥機、おーやばやば、ここ高級ホテルよりいい、洗濯機ついてるだけやろ最高。というわけでね、はい、やったやった、はいはい、沖縄ストロベリー&クッキー、おー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 、数量限定だった、初めて見た、待って、え、お、あ、どうした2つ合わせジャスト300円だった、すごい、そう、いや、これは嬉しい、ありがとうございます、でもない神、ありがとうございます、ステーキに比べればこんなものも、もうステーキに比べるこんなものもなんかもう企画とか丸虫だけど、そう、途中から気づいたんですけど結局あげちゃうみたいな、そうそうそう、結局なんかな、平和な世界だった、片方が日持ちすぎるとちょっとなんか申し訳なくてあげちゃうみたいな全然あの企画倒れもいいとこ、2人の予算別々にしたのにみたいな、そうそうそう、まあでも無事にね4日間かけて一周、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、治る治る治るよ、こいちゃん大丈夫大丈夫、よいしょ、はい、というわけでね、はい、どこからだった、何でしたっけ、ロースハムの話しましたっけロースハムがすごい美味しくてタンパク質取れるみたいな話してましたっけだから別にやろうと思えば、うん、どんくらいでいけんだろうな、半分くらいいけんじゃない、そうだね、2泊3日は全然いけるかなみたいな、そうそう、ただ雨とかがなんか降りやすい季節とか ねは、まあ、3泊あった方が晴れのなんか見れるかもねみたいな、そうそうそう、うん、しかもね、なんか大概なんかね、大概3日連続500円のね予算出したりあんまりなんかひどい、天気もね4日間中2日間悪くて、そうそうそう、あんまりなんかこれ参考になるみたいなね、間違いない、まあ、そんな感じの旅ではあったんですけど、まあまあまあ楽しかったなっていうところで、そうそうそう、沖縄で車中泊してるやつ全然いない、全然いない、道の駅ガラガラやった本当に、みんな家に帰るんだと思って、そうだな、みんなホテル泊まるんだ、沖縄来てな車中泊しねえしねえ、 しねえレンタカー返した時にもお姉さん本当に3日間車で寝たんですかまあまあ楽しかったからいいかっていうところで、1ヶ月ぶりにねそう車中泊できたから、そうだな、楽しかったからね、以上です、です、じゃ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 ないというわけでね、長かった沖縄編多分これにて終わりやと思います、はい、です、次回からおそらく、はい、鹿児島に帰ってくっていう感じになるんで、はい、さい、で、よろしくお願いします、お願いします、はい、というわけで、はい、3泊4日激安レンタカーの旅、沖縄一周の旅、お疲れ様でした、友達のチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、はい、というわけでまた次回、バイバイ、また次回バイバイ